アルウィン、ハワード・ジェントリーアルウィン、ハワード・ジェントリーはアメリカ合衆国の植物学者、植物コレクターである。熱帯ウリンの植生の研究で大きな功績を残した。カンザス州の郡庁所在地であるクレイセンターで1945年に生まれた。地域の高校を1963年に卒業後、1967年にカンザス州立大学を卒業した。 物理科学の学位、植物学、動物学の学位を取得した。1969年には中央アメリカに分布する農前カズラ科の紅葉樹であるイペに関する論文でウィスコンシン大学マディソン校の修士号を取得した。その後さらにセントルイスワシントン大学で研究を続け、1972年に博士号を取得した。博士論文名は、 中央アメリカ南部の農ンカズラ科の生態系進化に関する研究である。水売り植物園 A ビューオブセイは EN ザラージストジャパニーズガーデンインノースアメリカジェントリーはそのキャリアのすべてをセントルイスにある水売り植物園で過ごした。まず1972年10月にアシスタントキレーターとして勤務を始めた。1974年には その後の非常に重要な研究対象となるペルーを初めて訪問している。2回目の訪問は1976年で、彼はその生涯でペルーを33回訪問した。彼は生涯にわたって農前カズラ科の研究を続け、パナマの植物症を含む、その科の取り扱いを9冊の全集にまとめた。彼が死んだ時にはさらに5冊が印刷中であった。 彼の主要なイノベーションの一つに、熱帯雨林の蘇生と構造を評価するためのツールとして横断面の標本を使用したことが挙げられる。今日では、ジェントリフォレストトランセクトとして知られている。この手法と彼の持つ、百科事典に匹敵する熱帯植物に関する知識により、彼はわずか数日間で特定の地点のサンプリングをすることができ。 そのキャリアにおいて世界中から200を超える横断面のデータを蓄積した。ジェントリーは著者として非常に多作であった。彼は200以上の作品を出版し、死んだ時には構想中のものがそれ以上あった。また彼は植物コレクターとして多くのコレクションを有していた。彼は8万を超える植物標本を収集し、そのうち数百については、 科学的に新種であることが証明された。ジェントリーが横断面サンプリング中に出会った多くの植物は開花していなかったため、彼は花や果実からだけではなく、植物標本から種を同定する能力を開発した。その成果は後に、フィールドガイドツーザ・ファミリーズゲネラ・オブ、ウッディ・プランツ・オブ・ノース・ウェスト・サウス・アメリカとしてまとめられ、彼の死の数ヶ月前に完成し出版された。 1990年、アメリカの非営利環境保護団体であるコンサーベーションインターナショナルは環境保全のために有効であるとみなされる領域の迅速なアセスメントを行うためにラピットアセスメントプログラムを設立した。ジェントリーの手法はこのプログラムに適しており、彼はラップチームの一員として積極的に関わるようになった。1993年8月3日、 ジェントリーはラップの業務でエクアドル西部を旅行していた。彼が乗った軽飛行機はグアヤキル近くの山の尾根に墜落し、パイロット、ジェントリー、アメリカの鳥類学者セオドア・エーパーカー3世、エクアドルの生態学者エドワルド・アスパズの4名が死亡した。他の3名の研究者は無事だった。1996年、フィールド自然史博物館は、 ジェントリーとパーカーの死を悼んで、保全生物学の分野で功績を挙げた人、団体を年に1回表彰する賞として、パーカー、ジェントリーアワードフォーコンサーベーションバイオロジーを創設した。彼の死後、アシドクロトンジェンドトゥリー、サイトハースイロムジェンドトゥリー、クロスアンネスジェンドトゥリー、エルテラダクティラスジェンドトゥリー、ヒーディオスメムジェンドトゥリー、メトレピスジェンドトゥリー、 パリクーリアジェンドトゥリー、フィランサスジェンドトゥリー、ソブレイリアジェンドトゥリー、ザミアジェンドトゥリー等の植物だけでなく、鳥の種であるハープセラクマスジェンドトゥリーに、懸命された。ジェントリーはこれらの植物の種のタイプ標本の収集に、関与していた。AH ジェントリーは、植物の学名で命名者を示す場合にアルウィン、ハワードジェントリーを示すのに使われる。 ありがとうございます。